現在の位置はね、ちょっと全然わからないですね。霞ヶ浦かの周りを走ってるのかな。でこのまんま大洗の方へ向かいたいと思っております。あ、道揺れましたね。今母と2人で、ドライブ向かっております。で、まあ大洗の、どこ行くかは、まあ、決めてないですけど、近くまで行ったら行き先決めます。でい、相変わらずの雨ですね。カメラ越しでは見にくいと思いますけど、雨が、小雨が降ってきましたね。で、目的地が決まりまして、大洗の磯崎神社、磯崎か読み方がちょっと分かりませんけれども、そちらに向かいます。まあその辺はなんだろう、いろんな観光地があるので、まあ市場だったり、その辺も水族館もあるのかな、あるので、その辺に一回行ってみて、またうろうろとしてみたいと思います。 Google ナビに任せたら、やはり指導みたいな道に入りましたね。いい景色ですよ。しますね、海ね。マリンタワーかな、あれは。大洗マリンタワーに着きました。こちらドラクエウォークのお土産スポットなので立ち寄りましたね。トイレも行きます。上には登らず、このまま神社に向かいます。寒いな今日。海です。私たちが行こうとしている磯崎神社なんですけれども、海の上に鳥居があると有名な場所なんですよね。それがね、もう見えてるんですよね、あそこに。なので神社に行く前に鳥居を見てしまうという。一回見に行きます。じゃあ鳥居が近づいてきたんですけれども、意外に人がいるんですよね。私知らなかったんですけどね、ここね結構人がいる。着きました。独特の雰囲気でございます。本当は順序としてはおそらく山の上の方から下ってきてから鳥居を見る流れだったはずだと思います。階段登ってます。上映すとあれなんで撮れません。上着きました。若干息切れ、若干ですよ、若干。
ルパン推しがすごいですね、この街も。なんかね、鳥居の前が観光地っぽい雰囲気になってるんですよね、こんな感じで。はい、神社見終わりましたので、車に戻ります。それでお腹空いたので昼飯ですね。まあ、海鮮系あったんですけど、海鮮丼はね、もう最近はそんなに好まないので、とりあえず明太パークに向かってみます。金福着きました。隣に魚市場みたいのあったんですが、かなり混んでて入れなさそうだったので、やはりこちらを選びました。では中入ります。明太子のジャンボおにぎりと明太子の肉まんを買いました。いただきます。おにぎりすっごいうまいです。本当に美味しい。このおにぎりもう食べないで持って帰りたいぐらい。豚まんはね、わかんないですね。皮の方に味があるのかもしれないけど、中の味が強いんで全然これは分かんない。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。明太子結構ね、明太子入ってたんで、お土産に明太子買おうと思ったんですけど、もうお腹いっぱいで買う気なくしましたね。で、今もう帰り道ですね。午後1時過ぎて、楽しんだんで満足です。というわけで、海沿いの道をドライブしがてら、千葉の成田方面とか行きつつ、たら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 帰ろうかなと思います。というわけで、よかったらですね、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅で、バイバーイ。